はい、ということですね、毎日100コインとチケットがもらえるやつと、なんかサーバーエラーのお詫びとしてですね、まあ大量に皆さんもらったと思うんですけども、もうかなりですね出現率2倍の車を当てましたというコメントもたくさんありまして、まあその方たちはですね全員海に沈められてるわけなんですけども、今の段階でチケットが8枚とで585メダルあるということで、まあ今ですね12月5日なので、あとチケット2枚と、メダルが、200枚、もらえるので、まあ最終ですね、またそのインポート2回とでこのインポートかける3を1回、まあ引けるんですけども、ちょっとですねこのタイミングで引いちゃおうかなということで、まあ全部で15回引けるわけですからね、当てたいところですけどね。よし行きましょう。じゃあまずはこのバラ売りから行きましょう。バラ売りから、あー来てほしいな。結構皆さん当ててますよね。このパレットとかも埋まるとですね確率が上がるんで、これも早く埋まらしたいんですけど、まあまだまだなんですよね。色の方もまだ結構出てくるんですよ色が。あー来ない。とりあえずこのバラの方で、1回2回ぐらい来てほしいんだけどな。あ、なんか来たんですけど、多分これやったら多分違いますよね。あー S2000 タイムアタックか、あレースチューンか、はい、これは株持ってたと思います。あと2枚、いやきつい。おお連続でもこれは違うと思う。あーランエボか、またこれか。めっちゃ被りますね。めっちゃ被るな、ひどい。1枚。あーいやー無理かな、無理なような気がしてきた。じゃあ 7×7、1台確定。まあ最初の1台目ですね。確定が来ると思うんですけど、引きます。どうだ。これではダメか。お、フォーカス。フォーカスですね。これは初かな？これは初の気がしますね。あれ？ニューって書いてない。でもこれ持ってないはず。さあリムペイント、そしてリムペイント。お、今回でも結構引いてますけどね。ダメか。これはまたマスタングか。この前のはカマロでしたっけ。これ一応持ってないやつかな。ドラッグか、ボディペイント、リムペイント。やばいやばいダメでしょこれ、このトレーラーじゃダメでしょ。これまたサンクターボ、これもう3台目ですよ。またこれメダル行きですわ。サンクターボ、うわー、あニューって書いてるわ。フォーカスと、マスタングボス429ドラッグニューですね。いやー全然当たらないですね。今回当てたのは、あとこれマスタング、これめっちゃ馬力高いですね。もうこれは売ります、これはさすがに売ります。ですね、前回の時に当てたやつちょっと見てみましょうか。これですね、カマロのドラッグ仕様ということで、すごいですね、めっちゃワイドボディですね。そしてマスタングボスのドラッグ仕様ということで、あこれはなんか前後であれですね、ホイールのサイズが違いますね。全然ホイールのサイズは一緒なんかな、タイヤの大きさが違うとかそういう話ですかね。なんかこれ後ろについてるんですよね、なんか、あウィリーする時のあれか、後ろにこけへんようにするためのコマみたいなのがついてますね。こんなんで制御するんですね、なるほど。でサイド出しのマフラーがすごいですねこれ。でフォーカス、まあ、これもまあかっこいいですけどね、めちゃくちゃ、めちゃくちゃかっこいいですけどね。はい、ということで12月7日になりまして、あの一番最後のですねボーナスがいただけるということで、こちらですね。はい、まあこれで引けるのはわずか7回と、あちゃうわ5回か、
まあ、まあ、5回では当たらないですよね。まあどうしようかな。3200コインで、500やから6回6して42、これでいくか。3200コインでいきますか。出へんかったら、そんだけ引いたら当たりそうですけどね。何か、まあ、とりあえず持ってるやつを引いていきましょう。うえ、これまだこれ色出るんですよ。さあ来い。ああ、これ持ってなかったっけ。ああ、リマの方なんかな。さあ、じゃあインポートかける3いきます。もったいないかな。まあできればちょっと課金したくない方向で、まあ、動いた方がいいのでこっち行きます。3000。うわ、まだホイールあんのか。いや、結構コメント皆さん当たってましたけどね。まあ僕はちょっとアソルトレーシングの方には、あんまり好かれてないということで、まあちょっとこの際ですね、他にも、まあガチャ車が当たる可能性もあるということで、3200コインちょっと課金させていただきたいなと思います。あ、来た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 。もうさすがに当たるでしょこれで。3305コインということで、7、6、42、45回ですね。最高よ、最大45回引けます。さあこれで当てますよ。まあ、すぐに当たったらもうその時点で中止してまた次回に備えようと思うんですけど、まあ、できればこのプロトタイプ2種類のうちどっちかを当てたいですけどね。いきましょう。さあ来るんだ。これでは無理か。これトラックがですね、どれか、あ、ここでフォーカスかぶっていく。はい、あ、そうでしょう。完全やらかした。 GT1 当たってるし。うわ、マジか。最悪や。やらかしたマジで。いや、あのスキップ押したんですよね。今見てるやつをスキップするんかなと思ったんですよ。ほんじゃらですね。あー、もうやらかした。マジか、これはやばい。どんなトラックかもわからんかったし、もう一台当たるまで引き、いや、もう無理かな、もう無理かな、最悪やな。スキップボタンは押さないようにしましょう。はい、もう一回行きます。最悪や。いや、今見てるのだけと思うじゃないですか。で、また S2000 回な。いやー、今のはショックやな。ほんまやったらこれ一発でだから終われたわけなんですよ。うわー、 GT1 当たったーって言って終われる動画やったんですけどね。もうもう何これ、なんなんこれ。ボディリム、ボディボディボディ、すごいね。これこんだけニューがあるんですね。行きましょう。もう今のほんまに泣ける、めちゃくちゃ泣ける。あ、これ持ってない気がする。ん、あ、 S14 か。あ、持ってますね。これは S14 後期ですね。持ってるんだよ、紫なんだよ。うわ、まだホイールあるんや。うわー、やっぱこうへんな。うわー、やらかしてる、めちゃくちゃやらかしてる。でもあとあれか、3回。うん、絶対無理でしょこれ。何これ、ビームか。あー、これ持ってますね。やっぱり結構かぶりますね。確定は持ってるなこれ。やばい、やばいよ、頭が痛くなってきましたね。ちょっとこれはきつい、やばい、やばいって、やばいって。あ、ワイティや。これは持っていないぞ。これは嬉しい。マイティ、D スペック。あ、嬉しい。ありがとうございます。3000。やめてくれ。ああ、やめてくれ。
まあ、レーシングマルチってちょっとかっこよかったですね。やばい、最後や。やばいぞ。やばいぞ、これは。当たってるんですけどね。GT1 当たってるんですけどね。この最初が、このフォーカスじゃない、何か持ってないやつやったら、スキップボタン押してなかったんですけど。泣けます、これは。やめてくれ、やめてくれ。やめてくれ、それだけはやめてくれ。やめてくれ。ちょっと待ってよ、3200。わー、今300コインあるじゃないですか。でもう一回3200コイン課金したら3500になるんで、インポート7を7回引けるんですよね。もうそうしちゃいますか。ちょっとね、最近お金使いすぎですけど、まあソルトレーシングそんなにやるかって言ったらちょっとわからないんですけど、これスキップしちゃったんで、さっきのですね、過ちをもう一度課金して取り返したいと思います。過ちですから、はい、課金します。はい、3500コインということで、まあでもこれ逆に言うたらですね、まあまだ GT1 しか当たってないわけですから。あとですね、こちらの R390 っていうのと、でスプラですね、はい、これは当たってないわけですから、この課金っていうのは全然無意味なものではないというわけですね。はい、そう言い聞かせてやりたいと思います。いきます。そう言い聞かせてるだけでございます。もうこんなことはありません。でこれシビックもですね、これも3代目ということになっております。はい、 EG6、 はい、そうですね。まだ出ますからね。ちょっとこれ引き終わったら、あ、来ましたね。ちょっとこれ引き終わった、あ、これ見たことない、これ見たことないよ。これ何これ、うんうんうん、なんこれ、え、何これ、ワインティ、え、これワインティっぽい、これワインティっぽいです。え、何これ、あ、何これ、よ、え、あ、さ、70スープラ、70スープラのドラッグ仕様。はい、ですね、これ引き終わったらですね、ちょっと今のパレットがどうなってるのかちょっと軽く見たいと思います。はい、パレットですね、まあこういう感じですね。まあまだこれやったら出続けますね。あー、まだ出続けますね。で、あ、まあだいぶ埋まってきましたけど、まあこれもやっぱりまだ出るな、まだまだ出ますね。はい、こんな感じでございます。さあちょっとですね、70スープラのドラッグ仕様が出たということで、初めて見た車がですね出てきたんですけど、まあ行きましょう、どんどん行きましょう。まあそういうのでも来てくれたら、まあまだ、うん、あ、これは何？ RX7、 これはなんだ、 SA22C かな、 FC かな、これ、あ、 FC や、 FC の D スペック出ましたね。あ、これもありがたいですね。へえ、黄色3000、うん、カバ色、うん、もう緑系で攻めてきてますね。へえ、はあ、やばいなこれ。あ、でもまだあと5回ありますから、5735回っていうことですからね。はあ、まあこの確定ではまあ出ないかな。これはん、あ、ランエボ10、エボ10でございます。エボ10の何これ、エボ10のレーススペック、あ、かっこいいですね。ちょっとなんかブルーなってますね。やばいなこれ。もうちょっと合計したら何連引いてるんですかね。あ、お、来た来た、ニスモ、え、何これ、ニスモ、はいはい、ニスモって何これ、は、あ、来た来た。これニスモなんや。マジか、よかった、かぶってない、うわー嬉しい、よかった、うわー嬉しい。ちょっと今回ニューだらけなんで、もう一回だけ引いときますか。意外と早めに当たったんで、まあ3500あったんで、まあ3回引いたんですけど、ちょっと今流れ来てそうな雰囲気あるんで、もう一回引いてですね、続けるか続けないか決めたいと思います。またなんかニュー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 みたいな感じになったら、もう一回引きたいと思います。いきますよね、もうこれはもう僕のお金ですから、
ね、もうちょっとお金使いすぎじゃないのと。あ、ちょ待って、これ NSX や。うわ、すごっ、 NSX 来ましたよ皆さん。うわ NSX や。マジか、 NSX もこれガチャ出るんですね。ほよよよよよよ、かぶり、これニスモがかぶった。マジか、ニスモがかぶっちゃったよ。まあでも確かにコメントでもね、いましたからね、スープラが3台出ましたとかいうコメントも見ましたからね。これはどうなんですかね、流れ的には。あー、でも結構でもニューだらけやし、もう1台 R390 来てるんで、これもう一回引くべきですね。これは、はい、これは引くべきやと思いますね。流れが来ております。流れです、流れでいきます。流れに乗るだけ。そうですね、私は、最初にミスったので流れに乗るだけとなっておりますが、ちょっとここでサンクターボが来たということで若干ですね流れが悪くなっております。この先どうなるかですよね。また何か来るのか、もう来ないのか、来るのか来ないのかという話なんですが、来ないか。まあでもそうですね、色かホイールが来てるっていうことはニューが出てくるわけですからね。はあ、じゃあもうこれで終わりにしましょうか。え、終わりにするべきではない。残り1000コインあるんだから全部引けと、そういう声がですね今聞こえてきましたね。もう引きます。結局引きます。もうなんか多分そう言われると思うんですよね。いやもうその残すのって気持ち悪いですがなっていう。あ、このインプは、これは当てたやつか、これは、これ持ってない、あれどうやったっけな。あ、これこの前当てた鷹の目インプか。色変えたっていうわけですね、僕がね、自分で。うわ、マジでこれ3台、嘘でしょ。やばいって、これは逆に、これは逆にやばい。いやーこれはちょっと無駄つ、これは無駄遣いですよね、さすがに。これはさすがに無駄遣いしてる気がするな。はい、じゃあ最後の500をいきます。いや、もうこれやったらですね、やっぱ最初から13,000とかのやつね、課金しとけばもうちょっとボーナスもついたという話なんですけど、さあ最後ですね、スープラ引けるか引けないのか。いやー、きちいかな、きちいか。お、これはでも AR アッソルトですね。あー、ダメだ、これはですね涙インプですね。3000ペイント、お。でもこれは違いますよね。ただでも3台当てたのはすごい。お、 BM か。あ、これ持ってないな、これ持ってないぞ。なんか穴がめっちゃ開いてますね、これトランクに穴が。 D スペック、これ高い方かな。はい、これ最後もしかして当たりかもしれないですね。はい、ということで使い切りました。さあ、結局ですね、ちょっとスープラを当てることはできなかったんですけども、GT1 ですね、スキップしてしまった GT1、そして3台もですね R390 が出てくるという快挙。いや、これもうメダル書いた方がいいですけどね、これ絶対に。70コインんで、あとですね、まあ被ったのはもう売りたいと思うんですけど、これちょっと待ってくださいね。これ打った場合っていうのはガレージ的にはどうなるんですかね。どうしようかな、フォーカスもめっちゃあるしな。ちょっととりあえずフォーカス打ってみましょうか。あ、大丈夫ですね。はい、ガレージはどんどん増えていきます。結構車増えましたね。レア度5の車があったのかどうかっていうのを見ていきたいと思うんですけど、このまあプロトタイプ以外はレア度5は当たってないというわけですね。はい、まあちょっと被ってるやつはまた
後々売り飛ばすとして、てかですね、今回ちょっともうこれだいぶ長いこと動画撮ってるんで、まあ本当はまあこちらの、プロトタイプですね、ちょっと運転もしたかったんですけど、ちょっとあまりにもですね時間がかかっちゃったので、終わりにしようかなと思います。まあ今回当たった車とか、まあちょっと整理して、ちょっとずつですね、まあこんな車ですっていう風に、まあ撮っていこうかなと思うんで、まあ皆さんはですね、まあコメント欄の方で、ちょっとこの車気になるねとか、ある、いうのがあれば、書いてもらえると助かりますので、よろしくお願いします。はい。ちょっと今回はですね、なんか恐ろしい結果になったんですけど、まあ、アソルトレーシング初のですね、まあ課金してのガチャ動画ということで、まあ皆さんもお楽しみいただけたのではないかなと思います。はい、ということでよろしくお願いいたします。